23日夜8時、根のことの葉、伊勢神宮の森が倉本聡に伝えたこと。脚本家倉本聡さんが伊勢神宮の森で木々の声を点描画と言葉に残していくネイチャードキュメンタリー。神宮の木には不思議と根を晒すものが多く、その力強さと妖艶さから木々のことの葉を感じ取り点描画にしていきます。神宮の木々は倉本の筆を通して私たちにどのようなことの葉を寄せるのでしょう。月空では阿川佐和子さん、さだまさしさんと初の揃い踏みトークも展開。23日夜8時、根のことの葉、伊勢神宮の森が倉本聡に伝えたこと。